こんにちは、カウンセラーの山本由美です。今日は彼氏できません理論っていうか、カウンセリングしてても、どうにか別れたりとかしたのにできないとか、自分はいい女のはずなのにできないみたいな、いい自分のはずじゃないけど、いい女なんだけどね、その方たちで。カウンセリングしてて、そのまあスルスルとできちゃう人と、なんかそれこそ離婚なさって8ヶ月でね、新しい彼ができて、もうなんかいいな彼氏、自分の理想の彼氏ともう全く同じでみたいな人もいれば、まあ何年も婚活とか、まあ彼氏作ろうとしてるのにね、全然できないんですけどみたいな方ももちろんいるじゃないですか。その当たり前だけど、でまあ私もそれを見てるし、そうだよねって思う。でじゃあその違いってエミさん何ですかって言われると、ない。うんだもん、そんな、なんか、なんて言えばいいの、なんかやっぱ出会う時には出会うし、出会わない時には出会わないよっていう感じかなと思うのね。だから焦っても、ほらだってほら、未来のさ自分で、未来の自分がさ、もしそういう人に会い、その私たちは時間軸で生きてるから、例えば10年後とか3年後とか5年後とか1年後とかに、もしかしたらさ、すごい相手に会うかもしれないわけじゃないですかね。もしくは、その今会ってる相手がすごい良かったのに、3年後には地獄の怒涛のセックスレスになり、浮気されみたいな、私みたいなのもあるわけじゃないですか。でそのさ未来っていうのをさ、何かしら感じてたとしたら、その10年後の相手に出会うから、10年後嫌だと思われるかもしれないですけど、その相手に出会うためのこの時間っていうのがあると思うんですよね。だからなんか今会ってる相手にはあんまりときめかないみたいな、その時間軸で見たら過去、まあ、未来のことなんだけど、なぜか感じてしまうみたいな。それちょっと女性ならわかるんじゃないかなと思うんですね。だから別に自分がなんか問題があるから会えないとか、結婚してないとかできないわけではないんですよね。もちろん安心で、結婚したらその次何かあるかっていうと、まあ、旦那のなんか問題、旦那これちょっとねっていうの問題もあるし、子供のことも悩むし、浮気とか自分セックスで自分浮気したりとか、いろいろあるわけじゃないですか。やっぱり人生だけ長いわけで、だから なんかそこのフェーズにいるっていうことが何か足りないものではない。やっぱりでもね、私も50だから、みんな50ぐらいになると、やっぱね、本当にこうやっぱりシングルでいるっていう重さを今まで感じてきたけど、やっと自由になれそうみたいな。やっぱり自分もどっかでそう思ってるし、なんかかわいそうじゃないけど、一人かわいそうとか思ってるし、やっぱり周りからそう思われたり言われたりするのが、まあ何より不服ですみたいな感じにはなるらしいのね。やっぱりそのな、でそんな風に全然見ないでよ、キャリアも全然頑張ってるし、すごい素敵な方で、なんかいつも彼氏いるじゃんみたいな人でも、そういう風になるんですって、なってたんだって。だからなんかそのみんなそこでやっぱり人から見られるもそうだし、自分ってって思うとなんか違うなって、その結婚しない自分っていうのがなんかこう足りないものを持ってる自分になっちゃっているような気がするけど、いや違うなってっていうことをやっと感じられるのが、もうすぐ50のお友達が言ってくださってたので、まあ私は結婚した側の悩みっていうのを持ち続けたりとか、不満を持ち続けるんだけど、実際みんなそんなもんなんじゃないかなと思います。てか、だからまあ不満はないんだけど、今私には。だからそれはそこを抜けるしかないんだよね。その状況、その場の状況か、環境状況を変えていく。だから結婚したらうまくいくとかそういうことではなくて、どんな状況であってもそれを問題としないっていうことが必要で、なおかつ
なんだろうね、ちょっとまあネタっていうか笑えるように持っていくみたいなところがあります。その人その人のなんだろう、これを面白い、そのちょっと人それぞれだからあれだけど、やっぱりこのことによって私がどうやって成長できるのかなとか、どうやったら自分をこの時間をシングルの時間だとしたら、シングルの時間をどうやって自分が豊かに暮らしていけるのかなもそうだし、まあ、例えばお母さん子供がいる時間だったら子供との時間をどうやって豊かにしていけるのかなっていう、やっぱりその視点を変えないと、子供がいたら子供がいたで何にも私できない自分みたいのとかになるし、シングルの人はシングルの人で、その彼氏がいないとか子供がいないとか家族がいないことでつまんないみたいになるけど、やっぱり時間とか自由度とかは全然持っているわけだから、なんかその自分のやっぱり良さを利用していくっていうところなんですよね。その人生のフェーズによって違うとか、人のライフスタイルによって違う。でそれはさ、やっぱりさ、見た目とかもそうじゃん。その背が高い背が低いとか、太ってる痩せてるとか、目が大きいとか目がちっちゃいとか、いろいろあるじゃないですか。でそれも自分のいいとこ生かしていけばいいことなので、なんかこれがダメっていうところをいいとこだとしたらどうするみたいな、なんかそういうゲームなんですよ。例えば親がめっちゃ厳しかったって言って、それがなんかプラスになるとしたらどうするとか、家族、今回あったのは大家族、なんかね、その兄弟が5人とかさ、いるような5人とかな、10人とかいるような家族で生まれちゃったとしたら、どういうプラスを得られるのかっていうところをにフォーカスしない限りはやっぱ苦しいよね。そこが恥になっちゃうんだよね。だってそれって全部のことに言います。なんかそれをどうやってポジティブに自分の思考で変えていくかっていう、そこは思考で変えられるから、そうするとその思考が変わると感覚は変わるじゃないですか。シングルかっこいいになるし、だからその部分の思考の変え方っていうのはありますね。まあでもあえて思考を変えなくても、そのヨガとかなでなでメッセージみたいなものをやっていくと、自然とそっちに移るのね、なんかどうでもいいかみたいになるのよ、そういうことが。なんかどうでもいいかになった時点で、その問題からはちょっと手放せてるっていう感じなんですよね。その結果をさ、だって変わんないじゃん。親が意地悪だったとかさ、例えば、自分が太ってるとか、私背低いから私の背が低いっていうことをさ、変わんないんだけど、まあいっかみたいになるのよ。そう。だからね、そこはね、まあ、やっぱり自分の思い込みをちゃんと見て、それを面白いというか、まあ、プラスに、書き換えるみたいな、翻訳していくっていう作業はめっちゃ大切ですね。今までそういう人を見てきてないって言われたりとかするんですけど、自分が第一人者になってほしいと思います。もしそういうことを言われてきてないとか、そういう世界に生きてこなかった人は、自分が、リーダーになれるから、そこの部分では自分が先駆者っていうか、なんかそれもすごいもったいないなって思うのね。その見てきてないだけでやらない、もうアイデアが出たのだとしたら、そこでその例えばシングル楽しいだったら、シングル楽しいのアイデアを自分がやればいいじゃんっていう話。人がどう思うかではないですよ、そこは。みんなね、人がでもかわいそうって思われるとかさ、と関係ないですかね。たまにでもあるんですよね、美容院とかに行ってさ、どうして結婚してないんですかって言われましたみたいな。結婚って楽しいんですかみたいな、聞いてやれとか思いますか。いや、自分の結婚に満足している方はそういうことは言わないので。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。またね。